はい、というわけでども、毎週のお楽しみでございます。国慶のドアのドアラジ、眠れぬ夜にスタートです。国慶のドアの眠れぬ夜セカン。はい、はい。ということで、はい、最近髪伸びたんですよ。多分、私史上一番の。あれですよね、いつも思うんですけど、うん、電車の中で雨じゃないのに傘持ってて、うんうん、傘で目ついてくるおばさんみたいな髪型しますよ、ね。どういう人の髪型なの髪質。あ、髪質はそうね。バッサバサだからさ、こう、うねうねするんだよ。ものすごいなんかいきなり、傘で目ついてきそうな。ついてるふうにね。というわけでね、ドアラジでございます。はい。いや、でも本当に、このラジオも60回近く、うん。行きました。本当ですよ。あれちょ、1週間に一度。最初はね、もっとペース上げ目で、とか考えてたんだっけ。うん、うん。ラジオは1週間に。だからもう4、1年で48本。うん。1年と考えると。もう一年以上。うん、いや、でも、これね、結構すごいことだよね。そうかもしれないですね。一年以上だよ。うん。まあ、お前のね、音声日記に比べたら、あるんですけどね。うん、ノートというの。ノート、この、ね、概要欄にも実は、下の方に一応ノートの URL も貼ってたんですけど、彼がね、音声日記をやっておりまして。普段は、毎日。毎日。未だに更新してる。毎日11時にね、夜11時に。その音声日記も、ぜひチェックしてあげてください。4年、5年ぐらい。毎日。5年ぐらいかな。しかもそれを宣伝しない、ね。一切しない。そんなバンド、国慶のドアドアラジオは皆様からのお便りを募集していますと。話してほしいテーマ、疑問などありましたら書きコメント欄まで。ほんと、これ300回目ぐらいまでには、コメントトークできるように、という目標でやっておりますので、よろしくお願いします。それでは、本日の一曲は、ゾンビ。ということで、ゾンビでございます。これも結構一軍どころの。うん。まあ、我々曲のことよく一軍二軍って呼ぶんですけど、うん、割と一軍在留する曲少ないので、常に5曲ぐらいしか一軍に、うん。そうね。あとは、二軍、一軍を行ったり来たりを3曲、4曲だけ。まあ、割とでも、ありがちなのが、一回二軍に落ちるとなかなか上がってこない。そうですね。その間に忘れていくという、我々の良くない、あれは。アルバムが、まあ、1枚あったとして、その中の曲、1回しかやってないこととかある。あるね。うん、全然ある、うん。むしろやらない曲もあるからね。最近の新しいアルバムで、そういう曲もあったりします、まあ。ゾンビさんはなかなかね。ね。結構ね、ゾンビはね、海外でやったなぁ、楽しかったなぁっていうイメージなんですよね。ああ、楽しかった、うん。海外のゾンビ面白かったね。うん。何なんだろうね。海外のゾンビ面白いっていうのはなかなか。なんかね。あそこは結構、海外がよく受けるんですよ、ね。あの時面白かったなぁ、この曲っていうイメージです、ね。うん。あとやっぱ自在にできたイメージありますね。海外で。何も気にせずというか。うん、まあ、音の関係もね。悪かったね。まあ、まあ、ね、実は結構シンプルな。シンプルだし、短いし。で、まあ、明るいし、みたいな。明るいのかな、あれは。ゾンビ、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 明るいのかな。
まあ、バカっぽいじゃないですか。まあ、バカっぽかった。バカっぽかった。悪い感じです。はい。というわけでね、そんなこと全部でございました。それでは本日の人物名言列伝。人物名言列伝。ということで、はい、はい、そういうわけでですね、ちょっとこう、先に、この人物名言列伝をやっていてですね、はい、大体ここにその名言を載せるんですね。うんうん、今ちょっと台本軽く見たところ、うん、今回のここに乗っかる文字はすごいちっちゃくなると思います。うん、そうですね。これ長いですね。非常にね、こいつ何を持ってきたのかなって。申し訳ないんですけど、ね。名言ですからね。まだ名言なんですね。なるほど。それでは、今週のね、名言の方は三つ川の明さん。はい、じゃあ私からちょっとよろしくお願いしますね。はい。今回ちょっとね、ちゃんと、はい、ちゃんと背景から。はい。ね、前を、ちょっと話から、名言っていうふうにさせてもらって。そういう感じなの、今回は。意見ぽって言われても多分、ってなるし。なるほど。じゃあ、まず背景の説明をお願いします。まず、これは何の名言かと言いますと、はい、ウルトラマンエースの最終回からなんですよね。はい、まあ、最終回が、一番最後、ラスボスなんですけども、はい、ヤプール星人っていうのね。ほうほう、なんか名前知ってるの、ボスなんですけど、そいつが、人間に化けて、子供たちをちょっと惑わすというか。ほうほうほう。うん、なんていうかな。子供たちを味方に引き入れて、ちょっと悪さをするみたいな。ことなんですね。まあ、人間というか、なんか、可愛い成人みたいな化けて出てくるんですね。ほうほうほう。敵の悪い、一番悪いボス。ほうほう。それで、子供たちがね、こいつをいじめるな、みたいなして、こう、味方に引きしちゃうんです。うん。それを、その主人公の、夫、誠司さんが、ほうほう、そいつは悪い奴なんだって、でも、それを言っちゃうと、自分の正体がバレちゃうっていう、仕組みがある。ああ、なるほど、なるほど。そのウルトラマンであることがバレてしまうから、バレちゃうんです。そのことを言えない。言いづらいみたいな。ジレンマで、それでも、やっぱ、倒さなきゃいけないから、まあ、あいつはね。まあ、最終回ですよ。大体ウルトラマンって、最後、正体を明かして、まあまあまあ、そうですね。なんで、俺はウルトラマンエースなんだ、そいつを倒すっつって、まあ、倒すんですよ。もう明かしたわけ。明かして倒すんですけど、うん、そして倒した後、もうバレちゃったから、バレちゃった。帰れなきゃいけないんですよ。ああ、バレたらもう帰らなきゃいけない、ね、うん。もう最終回し。まあまあ、最終回し。最終回し。とりあえず帰っとかないとな。で、最後、最後ね、子供たちはもうもう人間不信みたいになっちゃって。ほうほうほう。ね、人がまさかウルトラマンなんて、うん、もなるし、なんか悪い奴に騙されて、あれも信じないみたいな。うん、もうみんな嫌いだみたいなことなんですから。そこでこの、ウザマエースが何より言うんです。ちょっと長いんですけどね。はい。それではこう、よどみなくお願いしますね。はい、いますね。それでは、どうぞ。じゃあ、ウザマエースの最終回から、はい、ウザマエースさんの名言です。名言です。優しさを失わないでくれ。弱い者をいたわり、互いを助け合い、どの国の人たちとも友達になろうとする気持ちを失わないでくれ。たとえその気持ちが何百回裏切られようとも、それが私の最後の願いだ。なるほど。で、帰ってるんですね。なるほど、なるほど。これね、結構熱いなって思うんですよね。結構、でも、このサイズで出さなきゃいけなかった感じですか？そうですね。ちょっとどこも聞いたくはなかったかな。俺なんか逆に優しさを失わないでくれぐらいで、うん、で、これはウルトラマンエースの名言で、うん、で、実はここには他に言葉があって、こういう風な最後、全部言うとこうなんです、うん。まあね。ちょっと、っていう象徴的な名言みたいな感じにすれば、うん、直接面をね、ここでは時間の制限もそんなにない大丈夫だし。まあそうですね。できたのに、今ここがこんなになってますね。こんな感じで今、忘れないように、なんだかなんだかなってますよ、今。ここは。あなたのせいでね。ニコ動のすごいコメントみたいな。そうそうそう。本当だったら、ここに優しさを失わないからでかくドーンと出して、うん、直接面みたいな、こっちに出せば、小窓に出せば、わかりやすかったかもしれない。優しさを失わないでくれ。
弱いものをいただいて、お付き合い、どの国の人たちとも友達になるような気持ちを失わないでくれ。たとえその気持ちが何百回だけお前が願うなよ。俺の方なんで、裏切られたよ、ね。これはでもね、子供が俺なんで。結構、まあ、子供で、じゃないですか、ウルトラマンって。割と、まあ、セブンぐらいまでは割と大人も楽しめる。まあ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 。そっからだんだん割と。俺、エースぐらいは見てないね、もう。名前は知ってるけど。で、まあ、大人になってから読むと、こう、あ、綺麗事だなって思っちゃう。まあまあ、まあ、ありがちのね。完全美悪な。子供に言うのって大事だなって思うんですね、こういう時。ああ、でも、ね、まあまあ、言いたいことはわかるな、うん。逆に言うと、この、なんちゅうの、この文言と言いますか、子供に言うには良い、言葉なのかもしれないですね。まあ、最後ね、実際にその、人間不信になっている子供たちに向けて行って帰るっていうシーンのものなんですけど、これなかなかね、やっぱウルトラマン名言多いんでね、昭和の、結構こう。ただこれはさ、この、なんていうの、この子供たちを、ある意味このエースを欺いてたわけじゃないですか。そうだね、ずっとね。エースであるって。だから裏切ったやつがさ、何百回裏切られようとなってさ、上から物を言える立場にあるのかなという、ちょっとしたこのね、ちょっと疑問も、この大人側からすると、ね、なぜお前がいきなすと、お前が平野の手でパンと殴ってきたのに、どんなに殴られても許してやってくれ。ヤクザの手口ですよ。まあね、それは、アキラさん。パンと殴ったのもんね。いや、俺、お前が忘れられないみたいな。DV 彼氏。例のあれですよ。例のあれじゃないですか。これが、やっぱほら、子供に言うべきこと。そうだね。大人からすると、そういう大人も言っちゃうじゃないですか。俺みたいな。こんなもん、綺麗事だと思って。綺麗事だとは思わないんですけど、言ってるやつ裏切ってるなとは思うんですよ。まあね、逆に言うとね。そうそう。帰っちゃうし。帰っちゃうよ、ほら。何の責任も負わずに。アフターケアせずにそう、ね、言葉だけ投げて、吐き捨てて、ね、お前はいい大人になれよ、みたいな、まずお前が責任を取れよ。せめてアフターフォローしろよと、その少年の、たちがね、立ち直るまで草花描いたの覗いてたね。それから描いてもまだね、あ、半年ぐらいしたら、違うウルトラマンがまた来るんですよ。ああ、そっか。そういう予定だね。あっちの会社も結構でかいんで。ああ、そうか。派遣だから。あの、ウラツはね、M60、78000は。あそこのね、支社から、やってくれたら、あ、まあ言ってみれば、ちょっと派遣の悲哀もここには。そうね。困ってんのかな。まあ、機関労働だからね。機関労働者。いいね、これはいい話だね。確かに。で、新しいウルトラマンが来て、それはアフターフォローする。ああ、なるほど、新しいね。だからウルトラマンってまだ終わってないわけです。まあ終わってないわけです、ね。まだやってるじゃないですか。平成になって、令和の。もう、つぶらプロがある限り、子供たちはずーっとこう、アフターフォローもあるし。なるほどね。そうね、その会社クーリングオフもあれば。クーリングオフあんのかな了解以内に言えば、違う新しいウルトラマンがやってきてくれる。チェンジって。チェンジっていう、チェンジ制度もあったりとかするのかな、やはり、ウルトラマンって。あれですよね、ウルトラマンのさ、初代の。あ、一番初代の。あれ、あの顔あるじゃん、ウルトラマンの。うん。あれは何のモデルか知ってる？なんだっけ、なんかで結構有名な話だ、見たような、みたいな。ちょっと怖い顔ですね。いやいや、なんか、こんな感じの感じ。ウルトラマン。スタンダードのウルトラマン。一番最初に。うん。何が、モデルになったのか。多分、アルカイックスマイルって。ああ、仏様の顔みたいな。ああ。が、実は、おお、あの、仏様のこう、微笑み。のあれ、ではないかと。三浦ちゃんが言ってた。あ、三浦ちゃんが言ってたね。でもなんか、実際そうらしいっすけどね。ちょっと、なんていうの、仏像っぽいじゃん。確かに。初代は確かにそう、ね。まあ、そっから先はね、またデザインも、うん、太郎とかさ、うん、変わってったからあれですけど。
まあそんなのもあります、うんうん、超アウトラマンね、素敵ですよ。ちゃんと見たら。なんかさ、どの回か忘れたけどさ、うん、そのウルトラマン役の隊員、うん、と、ダダ星人かなんか、うん、食卓囲むんだよ。メトロン星人ね。メトロン星人。あ、はい、それそれ。チャブダみたいなところでさ、二、うん、人で会話するシーンある、ね、夕焼けのね。あれ結構深いんだよね、確かね、うん。あのシーンは。なんだか忘れたけど、あれは結構深かった気がします、ね。だから、昔のさ、うん、俺今のさ、少年少女ものをさ、うん、見てないから、うん、今もいっぱいメッセージが非常にあると思うんだけどさ、うん、昔のさ、そういう子供向けのものってさ、うん、そのメッセージ性がうんぬんっていうよりさ、非常に大人だった。そうだね。うん、なんか、それは、なんだろう、子供向けにって言うけど、うん、はーい、子供って感じじゃなくてさ、うん、なんか、ちょっと大人の一部として物語作って、うん、子供に対して、うん。なんかそんな感じするんだよね。うん、仮面ライダーとかもそうだし、うん、ウルトラマンもそうだし、この辺は結構、ゴジラとかもそうなのか。ゴジラね、俺一番最初の子供の時に見たゴジラの竹田哲也が出てた映画の。なんか見たの。ゴジラ単品で出てくるやつ。なんかちょこっとそういう頃のアニメ、あ、ほら、ブラックジャックとかさ。漫画にしても。はい、手塚さんね。ね、火の鳥とかな。うん、火の鳥なんか、今読みたいね。だから、それこそ、アダルトじゃん。うん、なんつうの。でも、あれは一応子供向けのね、うん、雑誌だし。バカボンにいたってさ、うん。あれだろ、はじめちゃんとか刺すんだよな。ああ、最後。パパ。ああ、なんか、エンディングがいろいろあるんでしょ。4個と5個あって、うん、あったりとか、あれ、ザカムのパパ、伝説の知ってる2ページぐらい全部真っ黒。ああ、なんか、間に合わなかったんですよ。いや、間に合わなかったか、切れたか。編集者みたいに向かっていて、か、どっちか忘れて、真っ黒なのだ、みたいな感じなのに続けて。今じゃちょっと想像つかないような、手法でみたいなのがあります、ね。だから結構そういうちょっと哀愁のある物語が結構多かったかな、うん。まあまあまあ、でもいい言葉なんじゃないですか。今ここにブワーッともね、ありますけど。フルサイズでしまいましたけど。まあでもこれ結構、まあお前が出してきた中では一番広がりましたよ、最近の中では。そんなわけでは人物名言。人物なのかな、まあまあまあ、一応ね、その中の人ということで、名言でついでございました。皆さん、優しさを失わないと。ついでは、アウトロです。アウトロ帰ってもらって。はい、そういうことで。最後、アウトロですね。はい。今回のテーマは、どちらですか？今日は、お話を持ってきたんですけど。はい。まあ、せっかくまだまだ冬が続いてるということで。はい。冬の曲といえば。ああ、なるほど。うん、ああ、冬よね。まあ、いろいろ冬の曲というのは名曲ぞろい。ね、雨は夜更けすぎね。雪へと変わっちゃって。ああ、はいはい、はい、ね。ラストのクリスマスがやってきたり。うん。いろいろありますね。うん。どうでしょうかね。これはね、てん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 ケーキを買って帰るお母ちゃんとかさ、うん、子供も喜んでるのさ、うん、若い男女もさ、うきめいててさ、ふわふわしてる人たちを見てるのは、うん、結構俺好きなの、うん。そこにこう一人でこう、酒のね、うん、道端にこう、横になった。そう。みんな幸せそうだー。ええなーって見てるのが結構、まあね、好きなタイプだから。俺はそうですね。ジングルベルとか、あと、清子の夜。ああ。もそうだし。歌謡曲は、
歌謡曲の冬ね。冬かな。ああ、いいですね。いいですね。あの、マッキーさん。うんうん、あとは何だろうな。逆に冬の曲をちょっと出してみます。どうですか？例えば山下達郎とか。ああ。今有名どころとか、ワブのさ、ラストクリスマス。うん、ラストクリスマスって、うん、あと、マライア・キャリーもあったよね。ああ、そうね。それ、洋楽でなんか言ってた。洋楽。あとあの、ジョン・レノン。メリークリスマス、戦争終わったみたいな。ジョン・レノン、ソロね。ああ、そうなんだ。ハッピーベビーカー、ハッピーベビ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 うん、知らないね。知らないね。もう、あとはあれですよ。2023年惜しくも亡くなってしまった。うん、教授の。てん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 も。やっぱ冬の、戦場のメリークリスマス、うん。そうね。メリークリスマス。冬の曲ですよ。うん、まあ、だから俺結構そう、クリスマスまで多いかも。冬の曲といえば。お前も？なんでしょうね、まあ。ちょっと待って、なんでしょうね。ちょっと。ちょっと、テーマ決めてきたのは。そうなんですよ。ですよ。まず、なんか、いや、俺はこれだよっていうのが、まず一個核を持って、うん、で、来るかなと思ったから、俺はなんかこう自分のね、うん、そうね、この先生につなげるために、うん、こんなのもある、あんなのもある。うん、で、ってだけで、こう、待ちに待ったこの人が、いや、メリーが違うよと、うん、これだよってバンって出して、ああそれねーっていうこれですよ、大体の流れっていう、うん、ね、はい、そんなわけだよね、はい、その時にね、あのどうですかってこれを聞いたらね、な、うん、だろうなって、ね、やみ出しちゃったんですよ。なんだろうな、まあ、もうさっきすごいね、お前は2回前ぐらいの。あの、傑作会。雪とこんなんで。ちょっと、ちょっともう言っちゃったんだよね。いや、雪とこんなんで。なんか、カノンの曲が好きなんだって言っちゃった。ああ。うん。まあ、最初そのイメージで言っちゃった。あ、もう言っちゃったなぁ。まあ、正確には風のたどり着く場所だろう。あ、調べたんですね。うん。2週かけて回収しました。それがあの、僕の中の冬の曲といえばって書いたときに、思ったんですけど、使っちゃったんで、今無理やりこうひねり出そうとしてるんですけども、なんだろうな。冬はあんま関係なくてもいいのかな。別に、あの、そうじゃないですか。冬の曲といえば、うん、関係なくていいんじゃないかなと。あの、自分の思い出としてね、あの、冬によく聴いてた、ちょっと冬っぽい曲だと思って。それは別にいいんですよ、うん。あの、冬って歌わなきゃいけないわけじゃないから、別にいいんですけど、チューブとか出されるとさ、そうね。ちょっと、それはちょっと、これってなる、うん。そこは大丈夫だね。大丈夫。はいはい。大丈夫かな。やっぱ聞いてる人がいるわけだから、そこチャットしないと、うん。はい、どうぞ。どうだろうなぁ。どうだろうな。一応ね、あの、僕昔黒嫁が好きだったんですよ。はいはい。あ、黒嫁がクリスマス時期にしかやらない、メリークリスマス I love you というか、うん、冬の曲じゃん。うん、冬の曲です。うん、クソ。こう甘い感じの、こう、なかなかない、あの、珍しい曲っていうのを覚えてますね。うん、結構好きでしたね。あ、割とレアっていうか。まあでも、あの、いいんじゃないですか。これ、俺は知らん、ちょっと存じ上げないけど。うん。うん、まあね、そういうのいいですよ。多分、聴いてる人も、うん、あ、あったねって人もいると思うんで。まあ、あとは、その、ブランキーの、冬のブーツでしたっけ。でれれってれれってれれってれれれれ。そうかな、それだな。キャカニャーン。ドゥドゥディリリリリリリリンディ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 ン。あ、それ冬のせいだな。今年の冬はとてもじゃないんだよね。うん、冬のなんとかって言ったよね。なんとかのブーツ。それは冬のせいだ。今やってるの、うん。黒いブーツは。寒くて長いから。あ、そうそう。おばあちゃんが編んでくれたセーターを着なくちゃ。そっち？うん、そっちか。そっちや。これ結構あの、パンスキーバットヒップになったやつ？いや、それセカンドじゃないですよ。ああ、あれね。うん、あの、ギャング。ああ、バンド。ギャングじゃない。バンドのやつ。うん。あれも名曲ですよね。うん、であれ、達也さんの、ツッ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 
アルバムあるんですけど、あるある冬の成果も入ってるんですけど、うん、あのね、全然そんな風に叩いてないもん。簡略化されちゃってるの難しいから。あの真っ赤なやつ。まあ覚えてなかったのかな、そうもちんないんですけど。あれ、俺 DVD 持ってたな。あの冬の成果ってちなみに、あれですよね。あの、ブランキーが、その、インディーズの方で出したの。あれ、シングル。なんか、あれかな、ちょっと歌詞に問題があったのか何なのかね。あの、バンドは普通に出たんだけど、メジャーから、東芝から。あの、インディーズで切ったんだよね、冬のセーターは。シングル。その頃シングルとかあったんですよ。シングルっていうのを出して、それでもう爆売りです、確か1位だったんじゃない？インディーズちゃんの1位かな。撮った曲が冬のセーターですね。あ、結構、今思うと、あのバンド、こう季節感を出すのがなんか割と上手かったような気がしないですか？ブランキー、俺、だから今、お前が言う前に、あ、そういえば、俺の冬の曲はって思ったけど、ライラックって知らない。ああ、知ってる。あれでしょ、俺、あれなんだね。ブランキーのライラックがやっぱ冬の曲ですね。あ、友達とよく、あの、高校生の頃ね、あの、ブランキーが。あ、冬に差が放つ気がするな。で、なんていうの、その、そいつが、こう、バーが好きだったからさ、まあ、高校生っていうのは、ちょっと設定を置いといて、まあ、そこの設定を置いといて、よく行くバーがあって、そいつ。そこに二人で行ってね、飲みながら、マスターにね、これ流してくれよ、って、ライダック着ながら二人で、もう、キャーキャー酔っ払ってた曲があります。これいいね、みたいな。電信柱を蹴っ飛ばすほどだよ、みたいな。あれですげえ盛り上がってくるから。あ、そういうのいいんじゃないですか。あと、あれです、俺、あれ。ユニコーン。おぉ、ユニコーン。ああ、雪の降る街。ああ、いいですね。あーとな、雪からえーって。あれはどうですか？我々世代。どこまでも。ああ、グローブですか？確かに、ね。とか、スピッツとかさ。スピッツで冬のやつなんだよ。わかんないけど、ロビンソンとかそんな感じしない？あ、冬？冬でもないか。冬というか、冬感か？あれは。もっと虚無な感じがするな。俺、あと、あれも、俺結構、何気に聞いちゃうんだね。マイリトルラバーの。お記憶の中で、僕は進み、風を受けて、あれもちょっと冬の感じがしちゃうんだよね。なんかあの、ハローアゲイン。そう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 。こう、ちょっと寂しい夜にさ、冬のね、街をさ、歩いて、いた、ドゥドゥン、記憶の中、こう歩きながらね、こう、風を受けて生きていくんだけど、俺は。あれは結構飲みながらたまに聞いちゃいますね。案外、この辺は好きです。あとはどうですか？なんだね。洋楽、まあ。洋楽。洋楽って、なんか、英語だからあんま季節感がわかんないよね。まあさ、ラストクリスマスとか、クリスマスって言ってるか。ああ、言ってくれてるかな。でもあれですよ、それこそ、アベマリアじゃないけど。ああ、はいはいはい。あの、聖歌みたいな。あ、で、シュアキーマーっていうのも、あれも海外のアメリカ聖歌。結構いいですね。僕結構聖歌が好きで、一時期はね、ずっと聖歌ばっか聞いて、ヘッドホンでも同じ聖歌をずーっと遠慮する気に酒飲んでたっていう時期があったので、あれは冬に聞くには一番。確かにね、夏の野外で聖歌だって感じはない、ね。ないんです。確かにね。どっちかというと、夏は、なんていうの、こう、海外で言うとさ、こう、みんなで合唱するようななんじゃん。天使にラブソング。ああいう感じじゃない、その、ミサでやるみたいな。まあ、派手なやつが夏の聖火のイメージだけど、冬はもっとこう、こういう感じでさ、こう、なんか、まあ、みんな白い格好してさ、わ、ーって並んでる感じもありますね。どうですかね、皆様のね、冬の一曲というのをぜひ聞かせていただきたい。はい、ね、私はこれみたいなね。私はそれぞれの思い出の中。グレーのターゲンみたいなね。ありますよ、本当。記憶の中でね、風を受けて生きていこうみたいなこともあるかと思います、ね。
というわけで、人物名義列じゃなくて、本日のテーマでございました。ということで、はい。まあ、今回はこんな形で。はい。一応ね、結構、ラジオとしては、成り立ってたのかと。そうですね。ただ、まあね、お決まりのモードがありましたね。やっぱこう、ね。さあ、明さんってことね。なんだろうなって言われたときはね。あのね、目を疑ったんですよ。うん、でも、あれですよ、ほんとこの、ね、これ、まあ結構ぶっちゃけで言って8本撮りなわけですよ。うん、で、来て、この台本ね、それぞれ書いて、うん、この今回のテーマはこれでいこう。うん、これテーマどうするってね、俺を聞いたの。いや、もう、もう決まってるから、うん。もう任せろくらいだね。そう。てか、もうあれ、こんな、半割れとかじゃないの、うん、全然するからね、もう決まってた。もうこっちはもう全部こうやって、もう貯金のことでいいんだろう。じゃあ俺もなんか考える。白やぐらいの勢いで、ね。うん。これタボスだよね。そう、タボス、これタボスね。白や。うん。で、普通ひれですよね。うん。なんだろうな。さっき言っちゃったな、俺がなんだろうだね、お前に対しても。さっき言っちゃったな、と思って。びっくりしました、おじさんは。ねえ、まあそんなね、もう消えたかな、名言はもう残ってないね。長文ね。残ってないと思いますけど、まあ、今週もまた、一週間お疲れ様でした。ここまででございます。おやすみなさい。おはようございます。お疲れ様でした。そして何より、いってらっしゃいませ。頑張って。